この黄色いワッペンは保険会社などが毎年全国すべての新小学1年生に送っているものです。新型コロナの影響で4年ぶりとなった贈呈式では、この春大分市の滝尾小学校に入学する新1年生6人が代表してワッペンをつけました。車に気をつけて学校に行く。右左ちゃんと見て渡る。ワッペンには入学してから1年間交通事故の傷害保険がつけられていて、登下校中に事故に遭った場合最高50万円が支払われます。県警によりますと、去年登下校中に事故に遭った県内の小学生は20人で、そのうち7人が1年生だったということです。